セブンイレブンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン、アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、柿原忠史です、はい、東京地方は穏やかな晴れの陽気が、ありまして、なんか心地いいですね。そうですね、日陰に入るとちょっと寒いかなと思いますけど、日が当たってるとすっごい暖かくて、今日もウォーキングしてきたんですけど、汗かきましたね、はい、久しぶりに。今日最高気温19度まで上がるということで、有楽町もなんか穏やかに晴れてますからね。それとね、やっぱりなんか人がランニングする人も多かったし、普通にお散歩みたいな感じで歩いてる人も多かったですけど、人が多かった。やっぱりね、車も多かったね。なんかもう表出たいんでしょうね。ねえ、お天気もいいですし。そうそうそう、なんか秋って感じですね。そうですね、だそういう意味では、もみじ狩り予定してる方とか、七五三を週末に、予定入れてる方はもう空模様気にせずに大丈夫。でも今日ね、皇居を歩いてみて、いつもほら春とかだと桜見たりとかね、あるけど、皇居って意外に紅葉がないんだなと思って。ああ、まだなんじゃないですか。え、まだなんじゃないですか。まだかな。まだ、東京だともうちょっと先なのかもしれませんね。あ、そうかな。もう例えば栃木とか、ちょっと、はい、少し北に行くとね、そろそろかもしれませんけど。ああ、なるほど。少し期待して歩いたんですね、今日は。そうそうそう。紅葉をね、はい、ただで見れるんだみたいな。ただで見れる、でも人が増えてるのは間違いないと思いますね、なんか別の番組でそれこそ朝5時のカラオケボックスから、なんかもう出来上がった若者がグループで出てくるの見たっていう話を聞いて、ああ夜通しカラオケで歌うっていうのは久しぶりに、なんかね、ちょっとわからないんだけど、カラオケでそんなに歌えるもんなの。あ、そこですか。私ちょっとカラオケってあんまり行か、練習するときしか行かないから。もうアッコさん、プロが歌うのと素人が歌う世界は違いますよ。いやいや、プロとかそういうことじゃなくて、なみんなそんなに曲あんの、歌う曲は。あるんじゃないですか、歌いたい曲は。例えばそれこそ 7,8 人いれば、1人歌、8人歌うまでにまあまあ間空きますからね、はいはいはい、30分なり、はいはい、でその間に次の曲選んでるわけじゃないですか、はい、すると多分オールでいても、まあ、7,8 曲じゃないですか、1人。それをまあ歌いたい歌を順番に。カラオケは朝までやってていいの。もう OK になりました、緊急事態宣言が明けたので、今はもう5時まで営業 OK ですね。で、人数とかも OK なの。一応推奨としては、飲み屋さんの場合4人までと言われてますけど、ね、までって言われる。でもそれもまあ推奨なので、多分もう今 OK なんでしょうね。まあ、同じ部屋だったことが分かりませんよ、だからそのグループが、僕も見たわけじゃないんですけど、ただいかに日常が戻ってきたかっていうことですよね。でもまだまだね、ロンドンとかね、ドイツとかすごいパンデミックになってるから。そうなんです。まあでも日本人は割とマスクしてるからね、普段は、はい、今んとこ本当に低く抑えられてますけど、はい、少しだけ増え始めたじゃないですかね。それがやっぱり微妙に気になりますよね。どうなるかね、年末に向けてね、はい。まあ、そんな中ですね、はい、この今日のいい加減に旋回のスタジオの、まあ、厳密に言うと外なんですけど、はいはい、ちょっといつもと雰囲気が違いまして、ね、詳しいことは言えないんですが、はい、ある人気番組がアッコさんに密着取材しております。そうなんですよ、はいはい、ね、そうだからね、密着ってあんまり、どうかあんまりってか、なんかもう全て見せるっていうかね。それで私あんまり気にしないで、普段からあんま化粧しないで口紅だけ塗ってるんですけど、そういうので一回何かの番組で密着の番組見た時もすごいブスで、まあ、ショックだったんですよ、自分が化粧してる時の差がありすぎて、これダメだな密着ってのと思いながら。そもそも密着が苦手、嫌い、苦手なんですよ。それで気が緩んでるから、はい、緩んでるって変ですけど、映ってライトでもつけや、はい、わっと思うけど、普通にね、そのまあなんていうかな、ちょっと普通の人が持つキャメラのちょっと大きいぐらいのキャメラですからね、最近は。だからオンとオフをはっきり分けるタイプだから。そうなんですよ、オフの状態を取られ続けるのが、そう、なんかね、なんかね、だからどうなってか。でもオフの時もめっちゃいろんなことが起こりますからね。例えば。いや、この番組ほとんどオフのことに
ですか。そうそうそう、ご主人とのやり取りとか、はい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 、飲み会でのこととか。飲み会ね、うん、いやでも本当になんかこのオンエアを皆さん楽しみにしてください。そうですね、もし解禁になったら何の番組かお知らせします。はい、はい、この番組でももちろんお伝えしますんで、ね、それでね、私にとってはねすごいのは、今週の水曜日にスッキリ、日本テレビのスッキリ出まして、なんていうか黄昏にアンコールってアルバムのね、はい、アルバムの宣伝しに行ったんですけど、酒井優さんが作曲されて、そうです、鉄拳さんのミュージックビデオが話題にもなってますよね。そうなんですよ、パラパラ漫画が、うん、でそれの宣伝に行って、でちょっと天の声をビビらしてなんか僕も、うん、なんかサプライズで出たっていうのを時々冗談で、はい、乱入って言ったりするじゃないですか、はい、本当に乱入っぽかったらしいですね。いやだからどうと乱入、それ入っていくねんから乱入でしょうね。しかもサプライズはサプライズなんですよ。だから出演者の中に名前が入ってませんからね。天の声もそう、ほんで楽屋も全然別だし、はい、エレベーターも別で、7時半からずっと待ってましたよでスタジオに行くのかと思ったら、あの番組って天の声のナレーションだけの役割の方がいるじゃないですか。そうです、それが今回の山里亮太さん、はい、でそこのブースに入ってた、ね、そうそう、まずはそこから入ってくれって、要するにスタッフだけしか知らないんですよ、はいはい、だからみちょぱも加藤君も全然知らなくて、私が来るなんて、はい、で山ちゃんももちろん、あ山ちゃんって言ってんの、天の声ね、はいはい、天の声も知らないから、もうこれはね言っちゃうけど思いっきりびっくりしてたでしょ、ね、腰抜かすって変な感じだけど、そらまして人が来るはずもないところ背後からおいって入ったんだからそれは怖いと思いますよ。いや、終わってから一緒に写真撮ったんだけど、はい、インスタ載っけるからって、その時も山ちゃんまだダメですとか言ってたもん一回バクバクしちゃった心臓が落ち着かない、そう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 、なんかこれこら天の声ちゃんと紹介しなきゃダメじゃないのって言って、はい、ドアを開ける音とともにアッコさんが登場。ドアっていうかね、パーテーションね、あパーテーションを、うん、でそこで山里さんは、うん、アッコさんちょっと待ってと激しく動揺して、はい、あ殴られました、今頭が取れそうですと絶叫したと書いてますねそんなん言ってた、全然分からへんかった。いやいやすごいですよ。いやいやびっくりされて、まあまあ、で来週ね、はい、来週の水曜日は夜な夜なソングを、ご披露、夜な夜なダンスですね。もういい加減に覚えてくださいもんTikTok で1000万回再生されるとしてるのに、いや僕です、失礼ですうちら2人何やねんこれ、間違った情報ばっかり、僕です、1000万は少ない、それは YouTube です、もうすぐ1000万に行くの、1000万僕です、3億、3億を超えてるという TikTok 上は、夜な夜なダンス、夜な夜なダンスのいよいよ歌ってる姿を、はいはい、テレビで披露するのが、はい、初披露、来週の木曜日だそうです。木曜日、はい、今日はね、今日はね、だいぶ前に撮ったんですけど、ミュージックフェアで酒井優君と一緒に初コラボして、今日は黄昏にアンコール、これも初めて歌ったんですよ。今日オンエアされるのが初めて歌った、初めてミュージックフェアで黄昏にアンコール、これは本当になんていうか、鉄拳ちゃんのそのパラパラ漫画もなんか、はい、ほんわかする ね、 そうですね、人生を歌った、なんか2人の夫婦が、うん、まあ、人生の晩年を迎えてるんだけれど、はい、若い頃を思い出しながら、はい、そのストーリーをずっとあの歌で辿っていくっていうミュージックビデオですよね、うん、そうそう、あのミュージックビデオもすごいですね。これもバラードですから撮り方があるんだけど、そういう風に人生を自分がその生まれて大きくなって、まあ彼氏知り合ったり彼女知り合って、で結婚して子供ができて孫ができてって、なんかそういう人生とも取れるんだけど、はい、私は私で歌手としてね、はい、鳴りやまない、歌詞の歌の中にもあるんだけど、鳴りやまない拍手だけを求めてきた若さはもう過ぎた、で今は本当にあなたのために歌いたいっていうね、そういう気持ちだから、音楽的にも取れるし、はい、人生をこう物語ってるっていう感じも取れるんですよ。そうですね、はい、僕も作詞されたのが男性3人組バンドの、うん、ノーナ・リーブスのボーカル、音楽プロデューサーとしても活動されている西寺浩太さんということです、はい、作曲酒井優さんで、はい、西寺さんの作詞の部分、詞の部分を見た時に、うん、アコさんがおっしゃるように、僕はどちらかというとやっぱり
アッコさんという歌手に向けて、はい、書いてるような感じも受けたんですよ、はいはい、だからそういう聞き方もできるし、はい、そうですね、一方でミュージックビデオの鉄拳さんのパラパラ漫画のように、うん、自分の人生に当てはめることもできるし、だから私は歌手として受け止めて自分の人生として受け止めたのは松永、あ、言っちゃった、マネージャーなんですよ、うん、だから撮り方って面白いなって、だからそういうオーダーしたと思うんですね。そう、だから私鉄拳ちゃん見た時、あれこれいいけど歌に合ってないじゃんとかさ、最初の感想そうそう言っちゃったりしたんですけど、まあだからそういうのが入ってるアルバムが、はい、はい、12月8日リリースされるんで、全部で5曲ですね。これは第1弾、うん、これもアコさんがユニバーサルミュージックに移籍しての第1弾アルバム、はい、和田ソウル2、はい、12月8日リリースで、その5曲のタイトル改めて、はい、夜な夜なダンス、はい、リフレイン、はい、そしてこれからおかけする黄昏にアンコール、はい、ワイン、はい、太陽に捧ぐ歌の5曲、はい、そして酒井優さんプロデュースの黄昏にアンコールは一昨日11日から先行配信されておりますので、はい、ぜひ配信の方でも聞いてみてください。 そして本当にミュージックビデオも楽しんでいただきたいと思います。ミュージックビデオの感想もちょっとご紹介しますね、はい、これネット上の感想、あ、もう来てるんですか。来てますね、はい、ネットにすぐ書き込みがありますから、はいはい、それをちょっとピックアップしますが、はい、今風の耳だけじゃなく視覚でも楽しむ音楽スタイルと、はい、アッコさんの高い魂のこもった歌唱力、新しい時代のアッコさんという感じで素敵だと思います。ありがとうございます。あとは泣いてしまった、アッコさんの歌声が心にするりと優しく入ってくる、胸がいっぱいですと。あとは歌で泣いたのはいつぶりだろうと、鉄拳さんのパラパラ漫画のミュージックビデオも素敵すぎました。感動をありがとうございます。ありがとうございます、はい、嬉しい、ね、いろんな声が、うん、もうそうやって来るんですね。そうですね、頑張んなきゃいけないね、本当に。はい、まずはタイトルをしっかりと覚えるところからですね。まず回数を覚えて。お互いに間違ったことを指摘し合って、さ、回数をじゃあ改めてちゃんと言っておきましょうかね、はい、夜な夜なダンスの方ですけれども、はい、再生回数YouTube のミュージックビデオの再生回数が990万回、はい、2万回を超えてるそうです。992万回ということです。ありがたいですね、はい、本当にぜひぜひ引き続きよろしくお願いいたします、はい、それではラジオでは初めてオンエアという形になります、はい、お届けします。アコさんで黄昏にアンコール。